大池くんと言ったね。履歴書を見てみたが、君の大学生活はサークル活動ばかりではないか。そんな風ではプログラム開発の基礎もまともに身についてないんじゃないのか。卒業研究について述べてみなさい。君はとにかく声が小さいんだよ。やる気が感じられない。もういい。君が我が社にいる必要が感じられないんだ。総務部長の木下が応募者である大池に怒鳴りつける。怯えたようにますます声が小さくなっていく応募者の大池。面接室の空気は完全に凍りついていた。もう逃げ出してしまうかと思われたその時、大池が顔を上げ、しっかりした目で木下を見ていった。君が我が社にいる必要性が感じられないですか。それ、僕も思ってました。おもむろに眼鏡を外す。そう、俺は社長だったが、社内調査のために就活生に紛れていたのだ。その瞬間、総務部長の顔色が真っ青になる。その後はまさかあんな展開になるなんて。俺の名前は小池努。大学時代に IT 開発の会社を立ち上げた。いわゆるベンチャー企業ってやつだ。おかげさまで優秀な社員たちにも恵まれて、会社は順調に成長。はじめは俺一人で経営、総務、開発まで全てを管理していたが、今では経営部門と総務部門と開発部門を分けられるサイズの会社にまで成長した。俺が主に担当しているのは経営部門と開発部門の一部。総務部門は社員に任せるようにしている。そんな俺の最近の悩みは童顔なことだ。ここ2年ほどは海外企業との大きな共同開発事業のためにずっとアメリカに滞在していて、日本の仕事はリモートワークで行っていたのだが、日本国内でさえ大学生と見間違えられる俺は、アメリカではハイスクールの生徒と勘違いされることまであり、なかなかに傷つくのだった。社長であるというのに受付でインターンの学生扱いされるのは答えるものだ。ビジネスの場面で童顔は相手に舐められやすく損でしかない。だから貫禄をつけようと少し太ってみたり、かっこつけた眼鏡をかけてみたりするのだが、それでも状況は変わらなかった。さて、2年のアメリカ滞在での共同開発事業を無事成功させ、俺は先日日本に帰ってきた。日本に帰ってきた俺には急いでやらなければならないことがあった。それは最近の我が社の採用について見直してみることだった。最近我が社の業績は少しだけ伸び悩んでいる。リモートで開発部のみんなの様子を見ていた限りでは、社員のみんなは真面目に働いてくれているし、新製品の開発がそう遅れているわけでもない。しかし若手の定着率が急速に落ちていた。特に新卒1年目ですぐに辞めてしまう社員が何人もいたのだった。俺はこれが最近の伸び悩みの原因ではないかと考えていた。入社から2年以上経った社員が辞めるのは、その社員のプライベートな事情もあるだろうし、仕事をしているうちに考え方が変わったなど、いろいろな原因があるだろう。しかし、新卒1年目で辞めてしまうというのは、本当なら我が社に入社するはずではなかった応募者が我が社に入社してしまった結果だと考えている。これは非常にまずい。入社にあたり、我が社サイドも応募者のサイドもそれなりの準備をしてきているわけだし、入社後は
我が社は教育に膨大な時間と人手とお金をかける。新入社員の方だって慣れない仕事を一生懸命覚えてくれているわけだ。中には我が社に入社するために引っ越しや一人暮らしを始めて生活環境も変えてきている新入社員だっている。それが数ヶ月で退職という結果になってしまっては、我が社にとっても辞める新入社員にとってもすごく不幸なことだ。その上、あまりにも退職者が続くと、教えた側の社員には無力感が湧き上がってくる。ひいては会社の士気にも関わってくるから厄介だ。また採用枠は無限ではない。本来なら我が社に入社するはずではなかった応募者を入社させているということは、逆に言えば我が社で活躍してもらえるはずだった応募者を採用せず、採用市場でみすみす逃してしまっているということでもあるだろう。これも非常にもったいない。うちみたいな成長途中の IT ベンチャーにとって、将来戦力となる新入社員は喉から手が出るほど欲しいものなのだ。どうにかしてこのミスマッチを解消しなければならない。現在、採用を主に担当しているのは、総務部長の木下くんという中途社員だ。彼は開発部門から去年総務部へ異動で昇格した社員なのだが、中途で入社してきた時に、俺はすでにアメリカにいたため、直接顔を合わせたことがない。その上、俺はアメリカではもちろんのこと、日本でも大学生に見間違えられる童顔だ。今回はこの童顔と木下くんと顔合わせをしたことがないのをいいことに、採用面接に潜入して採用現場を直接確認してみるのがいいかもしれない。そんな半分いたずらのようなアイデアが浮かんだ。なんだか探偵にでも転職したみたいで楽しくて、俺は業績改善のためという目的も忘れてにやりと笑ってしまうのだった。潜入捜査の1日目は会社説明会へ参加することにした。会社説明会には総務部の3人全員が関わってくれている。まずは受付を担当してくれた花井里美さんだが、小池ならぬ大池と偽名を名乗った俺に非常に好感の持てる様子で対応してくれた。他の参加者たちにも時に軽い会社説明を交えながら、今後の採用試験の流れなども含めて笑顔で説明している。柔らかい印象で話も分かりやすく、彼女がこの会社説明会で受付として会社の顔になってくれていることに感謝するレベルだ。続いて会場の中に入ると、長谷川くんがパワーポイントをスクリーンに映し出していた。真剣な面持ちでまっすぐな瞳が印象的な若手である。俺は開始時間ギリギリに入ったので、席に着くと間もなく長谷川くんのトークによる会社説明会が始まった。パワーポイントを使っての会社概要の説明、会社の理念の共有が行われる。長谷川くんは我が社の長所もこれから改善していきたい部分も誠実に説明してくれていて、これを分かった上で入社してくる応募者なら定着してくれるんじゃないかと思えた。それにパワーポイントは元より手元に配られた資料も丁寧に作られていて読みやすい。受付から戻ってきた花井さんも会場の様子に注意を配ってくれていて、質問を適宜に拾ってくれたり、話についていけなかった参加者のサポートをしてくれている。我が社は IT 開発という性質上、プログラムはよくできるが、
人とのコミュニケーションはそんなに得意でないとか、話の理解が遅れてしまうという社員もたくさん所属している。そういった社員も環境さえ整えれば、重要な戦力として何の問題もなく働いてもらえるものだ。むしろ天は二物を与えずという言葉通り、コミュニケーションが苦手な分、開発能力に特化していて、類まれな才能を発揮してくれるのでありがたいのだ。もちろん今後もそんな才能の尖った社員をどんどん採用していくべきだと考えている。だから花井さんの見せてくれているサポートは非常にありがたく、本当にプログラムが得意な参加者が安心して我が社を目指してくれるだろうと心強く思った。採用説明会は最後に部長の木下くんが締めの挨拶をして終わった。木下くんの挨拶も総務部長として無難なもので、特に問題は見られない。初日の潜入捜査はさすが我が社の社員と満足して終わった。が、満足しているだけでは捜査にならない。むしろ問題点が見つからなかったということで、初日は潜入捜査失敗でもある。潜入捜査2日目も注意して行うこととしよう。潜入捜査の2日目はいよいよ採用面接だ。我が社の採用面接は基本的に総務部長の木下くんがやってくれている。失礼いたします、大池と申します。どんな面接が行われるのかと少し緊張しながら面接室のドアをノックする。木下くんに俺の正体がバレては何の意味もないので、会社説明会でも使った偽名の大池を名乗り、少しうつむき加減に面接会場へ入った。その瞬間だった。君、何なのだね、そのうつむき加減は。木下くんが開口一番怒鳴ったのである。俺はびっくりしてしまった。我が社では得意分野が尖っている社員にも能力をのびのびと発揮してもらえることを目指して、よほどのことがない限り立場が上の社員から下の社員への叱責は禁止している。叱責を禁止したら組織が成り立たないのではないかという心配も最初はあったが、会社を続けていくうちにその心配は無用だったと分かった。下の者に改めてもらわなければいけない事態が生じた場合には、声を荒げるのではなく、まずは今起きていることについて話をしてお互いの認識を一致させる。それから上司サイドが考えるあるべき状態を伝える。そしてあるべき状態へと改善するためには何ができるかを一緒に考えればいいだけなのである。シンプルな話だ。その際部下にはできるだけなぜそんな行動をとったのかを率直に話してもらう。もちろんその際もそんなバカな理由かなどと叱責することはない。率直に話してもらい、部下の心情を理解することでより根本的な解決となり、会社全体としてもより良い方向に一歩進むことになるのだ。会社では育った環境も性格も年齢も性別もとにかくバラバラのメンバーが一緒に仕事をしている。その中では部下のやり方、時には上司のやり方を変えなければいけないことが多々出てくるのは避けられない。まだまだ体育会系に怒鳴って教育する会社も多いのが日本社会ではあるが、少なくとも我が社に入ってくれた社員には無用な摩擦は避けて、怒られることを気にせずに仕事に専念してもらいたいと願っているのだ。はい。そんな
会社理念でやってきたから、ここで怒鳴られるとは俺も思っていなかったわけだ。うつむき加減に面接室に入るのは、一般的には確かに褒められた行為ではないかもしれないが、我が社では開発担当であれば余裕で許容範囲だ。技術者はまずプログラムや要件定義さえきちんとしてくれれば何の問題もない。その中からコミュニケーション能力にも優れた者がいれば、それは特に褒めてゆくゆくみんなを統括したり商談に向かってもらうことになるが、新卒の開発担当の段階でそれは求めていない。それよりも何よりも応募者を萎縮させてしまっては本音が聞き出せなくなってしまうではないか。当然我が社では圧迫面接は禁止している。想像していなかった言葉に返事が詰まってしまうと、木下くんはなおも強い言葉を投げてきた。君、大池くんと言ったね。履歴書を見てみたが、君の大学生活はサークル活動ばかりではないか。そんな風ではプログラム開発の基礎もまともに身についてないんじゃないのか。今から卒業研究について述べてみなさい。はい。卒業研究では紅茶のデータベースを作成しました。自分たちの暮らしにとって身近なものであり、それぞれの特性を比較するにあたって基準が設けやすく、かつ大量のデータが収集できるものという観点で紅茶というテーマにしました。俺が大学4年生の時に研究した内容について正直に答える。何しろこの会社を設立した人間が研究した内容だから、我が社に入社するのには何の問題もないはずであったのだが。声が小さい。我が社はお堅い産業用プログラムの開発がメインだ。君の研究した紅茶は我が社の開発事業とはかけ離れている。大池君は我が社が一体第何志望なんだ。我が社を第一志望としていたら、卒業研究に紅茶のデータベース作成などしないだろう。木下くんの怒鳴り声に、面接が始まって5分も経っていないのに、俺は思わず正体を明かしそうになって慌ててとどまる。俺は今日は潜入捜査に来たのだ。怒りが湧いてくるが、できるだけ木下くんをいつも通りにやらせて採用現場の実態を確認しなければならない。エントリーシートに書いています通り、御社が第一志望です。確かに紅茶は御社のメインの開発分野と比べますと柔らかいというか、少し分野が違いますが、データベースの作成技術を学ぶという意味では問題ないのではないかと。君はとにかく声が小さいんだよ。やる気が感じられない。それに技術を学ぶにしたって、より志望企業の業務内容に近しい研究をするべきに決まっているだろう。もういい。君が我が社にいる必要が感じられないんだ。木下くんは態度だけでなく、俺の研究内容にまで文句をつけ、高圧的にそうまくし立てた。こんな面接をしていては、我が社に入ってきてくれるのは、プレッシャーに強く、コミュニケーション能力に長けた応募者ばかりになってしまう。いや、プレッシャーに強いのが悪いという意味では決してないが、本当に必要なプログラム能力や発想の面白さなどが全く試験できていないではないか。木下くんも言おうとしたことは全て言い終わったようだし、俺に帰れと目で合図している。そろそろ俺の正体を明かす時だろう。君が
我が社にいる必要性が感じられないですか。それ、僕も思ってました。うつむき加減だった視線をしっかりと木下くんに合わせ、はっきりと告げる。ん？何を言ってるんだね。木下くんは一瞬狐につままれたような顔をしたが、俺がメガネを外し、もう一度視線を合わせると、みるみる顔色が青くなっていった。社長、なぜこんなところに、アメリカにいらっしゃるのではなかったのですか？やっと私だとわかりましたか、木下くん。アメリカからは先日帰国したところなんですよ。本題に入りますが、最近我が社に入社してくれる新卒社員の定着率が著しく悪い。これは何か採用においてミスマッチが生じていると思って偽名を使って潜入捜査をしていたのですよ。我が社の方針とは全く違った採用面接をしていた木下くんにも、俺はもちろん声を荒げない。上の者は下の者を叱責するのではなく、認識を揃えてあるべき方向に向かってもらう。それが我が社の正しいとしているやり方だからだ。社長、会社の方針に合わない面接をしている自覚があったらしい木下くんは、俺の顔をもう一度見ると椅子から崩れ落ちた。今の面接が我が社の社風に合うものではなかったことは、木下くん自身も認識しているようだね。自分で分かっているのなら話は早い。この後の面接者には決して声を荒げたり、圧迫面接のようなことをしないように。面接者一人一人のこれまでやってきたことや我が社でやりたいこと、現在のスキルについて丁寧に聞き取りをしなさい。社長、俺は社長にこんなことをしてしまい、クビかと思いました。木下くんは泣きそうな顔をしていた。私にやったというのはさして問題ではないんです。うちの貴重な戦力になるかもしれない応募者のみんなに圧迫面接をしていることが問題なのですよ。君の処遇は後ほど決めるから、まずはこの後きちんと残りの面接を務めてください。採用のミスマッチの原因がつかめたことで、俺は潜入捜査を終了することにした。しかし木下くんは開発部門で良い成績を上げ、当時の総務部長から自ら後釜に指名したエリート社員。何が彼にこんな振る舞いをさせたのだろうか。社内で聞き取り調査をしたところ、木下くんは総務部長になった頃から横暴になったようだった。元の開発部では無口で、とにかく熱心に開発に取り組んでいた姿がうかがえたのである。もしかしたら慣れない総務の仕事と部長として振る舞わなければいけないというプレッシャーが彼を変な方向に導いてしまったのではないか。これは採用のミスマッチ以前に移動のミスマッチが起きていたな。今後のことを話し合おうと木下くんを社長室に呼ぶと、木下くんは自分の方から口を開いた。社長、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。私はもともと開発一本の人間で、人付き合いが苦手というか、部長という立場でどうやって話していいかわからなくなってしまう始末でして、その総務部長のポジションにはとても向かない人間なんです。採用面接も開発をしっかりやってくれる人を採用したいという思いが先走りすぎて、あのような形になってしまっていました。最近の離職率の高さにも焦っていて、舐められてはいけないと思ったら余計に強い面接をしてしまいまして。
こんな言い訳で通るとは思っていないのですが、でも社長、私はこの会社が好きで、開発が好きで、会社をより良くしたいという思いがあるのは本当なのです。その、社長、私を開発部に戻してもらえませんでしょうか。木下君はそう言うと、深々と頭を下げた。体に力が入って、あちこちが震えている。やっぱりそういうことだったか。木下君、頭を上げていいですよ。私もいろいろとみんなに聞いて回って、君のいるべき場所は開発部だったと考えていたところでした。総務部長へのポジションはミスマッチでしたね。合わない職務に就かせて申し訳なかった。開発部への移動、今回のことがありますから、平社員からのスタートとなりますが、それでいいですか？ありがとうございます。はい、何の問題もございません。木下君はもう一度深々と頭を下げた。今度はさっきと違い、体の力が抜けてほっとしているのが伝わってきた。木下君が1年間総務部長をしていた間のロスは大きいが、それも自分がアメリカに行っていて、会社のことをきちんと見れていなかった結果であり、自業自得とも言えるだろう。もしかしたら我が社はいくら大きな取引が海外にあるからって、俺がそれを受けて外に出ているような場合ではないのかもしれない。我が社の成熟度ではまだ下に全てを任せられる状況にはなく、社長の俺がいつも日本にいて見ていなければならないのかもしれない。改めて会社経営の難しさを思い知ったのだった。ところで今回の潜入捜査で得たものは、木下君の問題を発見したことだけではなかった。俺は面接前の待合室で他の応募者たちと連絡先を交換していたのである。そして採用面接から少し日が経った頃、彼らと飲みに行くことにしたのだ。今はもう正体を隠す必要もない。お店に入るとすぐ自分が実は社長の小池であることを明かした。応募者たちはみんな喜んでくれ、お酒の勢いも借りて、木下君との圧迫面接では話せなかった自分の夢を語ってくれた。自分たちのしたい開発について口々に話す彼らを見ていると、日本の未来も暗くないなぁと感じるのであった。集まってくれたその中に村田君という応募者がいた。彼は我が社に応募してくれる応募者の中では一風変わった商品開発について話してくれたのだ。村田君は今の固い開発ももちろん興味があるが、ゆくゆくはもっと地元の企業と密着した商品の開発がしたいというのだ。その中でもまずしたいのが、地元の紅茶茶葉店とコラボレーションして茶葉のサブスクリプションシステムを開発したいということ。地元にしか知られていない小さなでも品質の良いお店の茶葉を全国に届けたいというものだった。我が社は今は地元密着型とは言えない。しかし俺は今後進みすぎたグローバル化からきっと必ず地元密着型への回帰が起こると信じている。そんな中、この村田君の提案は我が社にうってつけであった。余談だが、私が大学時代に作った紅茶のデータベースも多少は日の目を見るかもしれない。これは会社に帰ってから分かったのだが、実は村田君は木下君との面接ではプレッシャーから全く喋れなくなってしまい、不採用に分類されていた。貴重な応募者を失うところであった。俺は
飲み会での話を木下くんや総務部のみんなに伝え、彼を採用することとした。また、木下くんを開発に戻した後には、総務部員の花井理美さんを部長に昇格させた。花井さんは会社説明会でも抜群の気遣いを見せていた社員である。花井さんは自分が部長になることに初め驚いていたが、すぐに自信の笑みを浮かべ、社長、お任せくださいと言ってくれた。この花井さんは総務部長への昇格を機に、これまで以上に大活躍することとなる。上司は部下を叱責するのではなく、認識を揃えていくという我が社の社風も話題を呼び、花井さんは IT ベンチャーの若き女性総務部長として地元のタウン誌に取り上げられた。そのタウン誌への掲載が話題を呼び、もう少し大きい雑誌のインタビュー依頼が来て、さらにそれが話題を呼んで全国規模の雑誌で取り上げられるなど、メディアへの露出が急激に増えたのである。採用現場への潜入捜査から時も経ち、今年も新しい年度が始まる。開発部に戻った木下くんも、総務部長を引き継いだ花井さんも、自分の得意分野を生かしてバリバリ働いてくれている。木下くんは開発部への移動から1週間もしないうちに、行き詰まっていた開発を一件見直してくれて、解決に導いてくれたし、花井さんは前にも話した通り、雑誌に引っ張りだこだ。我が社ではまだあまり力を入れられていなかった広報の部分でも頑張ってくれている。繰り返し思うことは、人には合う合わないがあるのだということ。パッと見悪いことをしているように見える人物でも、よくよく調べてみると、その行動には理由があったり、その人に合わないことをやっているためにうまくいかなくて空回りしていることが多いものだ。最初から悪いことをしようとしてやっているなんてことはそんなに多くないのだ。その人に合った環境、合った仕事を与えてやれば、どんな人でもきれいに咲いてくれる。社長の俺がしなくてはいけないのは、社員皆が力を発揮できる場所を用意してやること。それができれば会社の未来は明るくなるだろう。さて、今年度はどの問題から片付けようか。少し手薄になってしまった若手社員を補強するために、第二新卒の採用に力を入れようか。アメリカに行っている間に採用した社員を中心に、一対一で雑談をする時間を設けていこうか。いや、ある程度育ってきた若手を取引先に交換留学に出すのもいいかもしれない。より働きやすい環境を作るため、そしてより業績を伸ばすために、俺は今日もワクワクしながら次の作戦を練っている。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。大学生活も残りわずか。俺は友人たちとの思い出を残そうと遊びに明け暮れていた。そんな中、大学の学生支援課から未習得単位事業についての連絡の手紙が。どうして成績が不可になっているんですか？すぐに教授へと掛け合う。しかし教授は鼻で笑い、いやいや、間違いじゃないよ。テストの成績は確かに良かったけど、日頃の態度がね。一度も欠席はしていませんし、授業中居眠りもしていないのにですか？そう強く反論した。だが、天狗になっている君に僕がお灸を据えてやったんだよ。そして卒業できずに第一志望の企業の内定も取り消しになってしまった俺は、俺の名前は加藤かなと、自分で言うのもなんだが、
勉学や部活、加えてバイトまで全てをこなす超器用な大学生だ。どうしても自分の志望大学に進学したかった俺は、両親の反対を押し切り、一人暮らしをしながら実家から離れたこの大学へ通うことになった。一人暮らしに反対していた両親も、全てを一人でっていうのは大変でしょ？うちも家計が苦しいからあまり支えてはやれないけど、せめて。と家賃の半分を負担してくれている。俺の身を案じて反対していただろう両親の優しさには感謝するばかりだ。ただ、俺の実家は決して裕福ではなく、大学へは奨学金制度を利用して通うことに。もちろん俺自身が決めたことだからということで、親には学費の負担はかけられない。奨学金があるとはいえ、すべてをそれで賄えるわけではなかったため、俺はバイトを欠かすわけにはいかなかった。そのバイトに関しても一箇所のみだけではなく、いくつか掛け持ちしている状態。バイト先の人たちは、俺の状況を理解してくれて。加藤、来週確か単発バイトもあるんだよね。この日とこの日、交換しようか？とか、この日は夜からホールの仕事もあるんだろ？それなら時間調節しとかないとな。と、他のバイトとの兼ね合いを考慮して、時間帯なども微調整してくれて非常に助かっている。さらには、それだけ他のバイトもしていたら自炊する時間もあまりないだろ？と、店長は俺がシフトに入るたびにまかないを食べさせてくれる上に、明日、大学なんだろ？もう夜遅いし、家帰ったら早く休めよ。これでも持って帰って明日の昼にしな。と、次の日のご飯まで持たせてくれた。本当に助けられていると改めて感じる。大学のサークル活動では軽音部に所属していて、俺の担当はベース。バイトに行く前のちょっとした時間や、大学の講義が始まる前の早朝の時間を使って練習に励んでいた。大学祭や定期公演の際は、バイトを少し休んで練習に力を入れ、お客さんの前で披露することもあった。大学1年生の頃は、趣味程度でたしなんでいた素人の集まりだったが、今となっては後輩たちに、今年の先輩たちはどんな曲やってくれるのかな、と期待されるくらいには完成したものとなっていった。そうやって毎日せわしなく生活しているため、一人暮らしの家は散らかってしまいそうだが、実は俺の家はとてもきれいで、ちゃんとくつろげて休める環境となっている。なぜなら、俺の幼馴染の大地がしょっちゅう遊びに来てくれては世話を焼いてくれるからだ。大地も勉強や運動もできる文武両道人間。ただ実家が太いため、俺とは違ってバイトはしておらず実家暮らしだ。本人は、俺はカナトとは違ってバイトをしていないからこそ勉強する時間が取れているだけだから、カナトとは比べ物にならないよ、と言った具合に謙遜するが、仮にそうだとしても、勉強熱心な彼には惹かれるものがあった。そんな大地だが、学校では人見知りが激しかった。学部内でも親しい友人はあまり作らず、俺としか話さず、とにかく俺にべったりだった。元から喋るタイプではないが、心を許してない相手には、基本的に口を開くことはない。そんな様子だった。それに対して、心を開いているであろう俺に対してはよく甘えてくる。俺がバイトから帰ってきたら、俺の家に大地がいることもよくあった。あれは俺が一人暮らしを始めて数ヶ月が経った時だった。中高までは休日にはよく大地と遊んでいたが、大学へ進学して忙しくなってしまい、なかなか遊べないような日々が続いた時、夜遅くにバイトから帰ると、玄関で座り込んでいる大地を見つけた。どうしたのかと聞くと、最近全然遊べてなかったから思い切って家来たけど、留守だったから帰り待ってたんだよ。バイトお疲れ様。そうやって笑顔を見せる大地。俺と身長が20センチメートル違う彼には、弟分みたいな可愛さを感じていた。それを機に、俺の家の前で俺の帰りを待つ回数が増えた大地を見て、俺は、まったく。俺が全然帰ってこなかったらどうするつもりなんだ？と言うと、大丈夫。両親は基本的に家にいないし、寂しいからカナトが帰ってくるまで待てるよ。
とけなげな様子だった。そんな様子を見て俺は気がつけば大地に家の合鍵を渡していた。おかえりかなとゲームしてた。そう言って俺が実家から持ってきていたゲームを一人でやって俺の帰りを待っていることがほとんど。そのゲーム気に入ったなら貸してやるから自分の家でやりなよと半ば呆れた感じで言うも、いや、かなとの家でやるから面白いんじゃんとこちらを一別することなく返答する。まったく。俺は相変わらず呆れた素振りを見せるが、実際大地はゲームをしているだけではなく家事をしてくれている。しかも俺に隠れてこっそり。パンパンに膨れ上がったゴミ箱を見て、そろそろゴミ出ししなきゃなと思っていた日のことだった。夜遅くに家に帰るといつも通りゲームをしている大地が家にいた。俺はシャワーを済ませ、そういえば朝パンパンになっていたゴミ箱があったなと思い出し、寝る前にゴミ出し用の袋にまとめておくかとゴミ箱に向かった。するとパンパンだったゴミ箱がすっからかんになっていた。ふと周りを見てみると、ほこりをかぶっていたはずの家具たちがいつの間にかきれいになっていた。俺は大地に、なあ、ひょっとして俺がいない間に家事してくれてる？と聞いたが、ん？俺はゲームしてるだけだよ、としか返答しなかった。それから数日、じっくり家の中を観察したが、いつの間にか洗濯が済んでいる洋服、ピカピカのシンク、大地が家事をしてくれているのは明白だった。その後問い詰めたが、気のせいじゃない？とはぐらかす大地。まったく、この恥ずかしがりやめ。そう思いながら俺は、ふーん、まあいいや、いつもありがとう、と大地の頭にポンと手を置いた。そんな俺たちは喧嘩することもたびたびあったが、気がつけば仲直りはしているし、どちらかが落ち込んだ時なども励まし合う。まるで双子のような、身内のような親友以上のつながりを感じていた。そんな俺以外の交友関係が乏しい大地には唯一幼少からやっているテニスサークルがあるらしい。毎週土曜日だけは俺の家に来ずにテニスサークルに参加しているらしいが、俺は行ったことがないからよくわからない。何でも社会人に混じってテニスをしているらしいから、時間ができるようになったらまた今度遊びに行こうと思っている。大学4年の冬、俺も大地もあと卒論発表を無事に終えれば卒業という時期になっていた。俺も大地も同じ学部であったため、お互いに夜遅くまで卒論用の資料作りに専念していた。その日もなかなか資料をまとめるのがうまくいかず、夜遅くまで大学内の自習室に残っていた日だった。俺たち2人しかいない空間に声が響き渡る。まだ君たちいたの？そう言ってこちらに近づいてきたのは、俺たちが受けている授業を担当している尻内教授だった。尻内教授は眉を潜めながら俺たちに詰め寄ってくる。俺たちは素直に、はい、卒論の資料作成をしてました、と返事をした。しかし尻内教授はさらに顔をしかめて、卒論ね、卒論も結構だけど、僕の授業もテストあるの忘れてないかい？と呆れたような顔をしてくる。実は尻内教授はなぜか俺のことを目の敵にしているようで、ことあるごとに絡んでくる。テストの点数が良ければよかったで、どうせカンニングしたんだろ、と根拠もないことを言い放ってきたり、グループ活動でいい内容を発表しても、グループのメンバーが良かっただけだと俺のことをちゃんと評価してくれたことはなかった。そんな尻内教授でも教授は教授だ。俺は少し不快感を覚えつつも、大丈夫です、テスト勉強もしっかりしています、点数を取れるよう頑張っていますから、と返答した。すると尻内教授は薄ら笑いを浮かべながら、しっかり勉強している、点数を取るねえ、ふふ、そうだといいねえ、と意味深な発言をしながら自習室から出て行った。俺なんかやったかなぁとつぶやきながら心当たりがないか考えていると、あいつは変だから、あんなやつのためにカナタのエネルギー使うのはもったいないよ、と大地がアドバイスをしてくれたため、俺はそれ以上考えないことにした。そして数日後、卒論も無事終わり、
発表も問題なく終了した。それぞれの授業もしっかりと受けて、テストも十分な点数を取ることができて、さらに就活もしっかりと行っていたため、第一志望の企業から内定をもらうことができていた。知内教授の授業においても、挑発的な態度を取られていたからこそ、突っ込まれないように精力的に取り組んだ結果、自己採点ではあるが、しっかりと合格点を取れていた。これで気兼ねなく社会人になれると、大地とも話し合っていた。やっと重荷がなくなった俺は、同じ学部の仲間との卒業旅行を楽しんだり、部活メンバーとの卒業公演も大盛り上がりで大成功し、青春の1ページ1ページを刻むことができた。社会人になったら疎遠になっちゃうのかな。大地が俺の家でゲームをしながらぼやく。大地も企業からの内定はもらっていたが、さすがに同じ企業への就職とはならなかった。僕、友達とかできる気がしないし、今までカナトとずっと一緒にいたから、急にいない生活になると不安でいっぱいなんだけど。日頃は喋りながらもゲームをどんどん進める大地が、本気で悩んでいるようで、ゲームをプレイしている指が全く動いていない。確かに俺と大地は家族のような仲だったから、今さら日常にどちらかがいなくなることは、心にぽっかりと穴が開くような感覚になるというのはよくわかる。それでも俺は、大丈夫だって、卒業してからもずっと連絡は取り合うし、それにバイト掛け持ちとは違って、正社員になって、ひとまず一定の休日がある。昔から聞いてたテニスサークルにも参加してみたいし、もし平日でも何かあればすぐに駆けつけるからさ。そうやってニコリと笑うと、大地は安心したように、そうだね、とうなずき、ゲームを始めた。そんなこんなで3月になり、学校から成績表が渡された。俺は評定の段階はさておき、問題なく全単位で合格はしているだろう。そう思い込んで、中身を確認せずに放り投げて、卒業までの残り少ない自由な期間、もうアルバイトも辞めた後だったこともあり、ひたすら思い出作りに励んでいた。そして卒業式間近になって、学生支援課から、未習得単位事業についての連絡、という紙が届いた。一瞬目を疑った。宛名が間違っていないか何度も確認したが、どうやら俺宛なことに間違いはないようだ。何事かと思い、あの時放り投げた成績表を探し、慌てて封を切る。そして合否を確認していった。すると、知内教授の授業が不可になっていたのだ。点数はちゃんと取れていたはず。これはおかしいと思い、すぐに学生支援課へ駆けつけ、成績表がおかしい、合格になるだけの点数はしっかりあったはずだと事情を説明した。しかし、そう、正当な成績ではないと。ただ、成績表のここ、よく見てみて。何かあった時のために、確かに成績に対する申し出は受け付けているわ。でも大学側としても、受付に対する対応や審議もある。だからここに書いてある通り、申し出期間は成績表が渡されて、一週間以内となっているの。とても残念だけれど、受け付けられないんですよ。そう言って優しく、だが受け入れは断固拒否の姿勢を取られてしまった。俺と一緒に学生支援課まで来てくれていた大地は、そんなのおかしいだろ。直接知内教授に確認しに行こう。と俺を連れて、知内教授の部屋に向かった。どうして彼方の成績が不可になっているんですか？と部屋に入るなり、大地が珍しく他人に対し感情をあらわにして怒っている。そんな大地の怒りに対して、知内教授はあくまでも子供をあしらうような、鼻で笑うような佇まいで、いやいや、間違いじゃないよ。テストの成績は確かに良かったけど、日頃の態度が、ねえ、と笑った。大地が俺のために怒ってくれているのに、俺を馬鹿にするだけではなく、大地にまでそんな態度をするとは、俺は知内教授の発言を許すことができずに、俺は食い下がらず、一度も欠席はしていませんし、授業中居眠りもしていないのにですか、と強く反論した。しかし、知内教授は俺の反論に対しても鼻で笑いながら、卒論にかまけてテスト勉強もしていない君が、たまたま点数を取れたからといって、天狗になってるんじゃないかと思ってね、僕がお灸を据えてやろうと思ったんだよ。
そう言ってきた。尻内教授の意味がわからない返答に、何言ってるんですか？俺が先生に何したって言うんですか？真面目に授業を受けていただけ、何か因縁があるわけでもないのに、なぜそんなに俺を嫌うんです？いいから負荷を取り下げてください。俺の絶叫が静かな廊下に響いた。しつこいぞ。もう成績に対する申し出の期間はとっくに過ぎてる。もし成績を変えてほしかったのなら、もっと早くに来るべきだったんだよ。そう尻内教授に反論され、確かに俺は勝手に合格しているだろうと決めつけ、確認すらしていなかったという落ち度を改めて認識し、そう言われてしまうと何も反論ができず、うなだれるしかなかった。結局俺の成績は不可のままで、卒業単位が認められることがなかった。そのため大学を卒業することもできない。第一志望の企業から内定をもらっていたが、卒業をすることができなくなってしまったので、企業からの内定も取り消しだ。俺は必死に説明をしようと何度も電話したが、私は受付ですので、そう言われましても、一応人事の方には伝えてはおきますが、と慰めの言葉をかけてもらえるだけで、会社から追っての連絡が来ることはなかった。一方大地は全ての単位を取得していたので、問題なく卒業することができた。俺、カナトのところ通うから無理しないで、と言ってくれたが、俺はそんな大地に返事をすることができないでいた。そして4月、新学期が始まって、俺は4年生の時に単位取得が叶わなかった尻内教授の授業を受けることになっていた。だが、授業に参加しても尻内教授の顔を見るだけで嫌悪感が出てきてしまい、まともに授業を受けることができずにいた。本当にあくまでも席に座っているだけ、かろうじて授業に参加するといった感じだった。俺のすさんだ状況を見た大地は、俺にしばらく声をかけることができずにいたようだったが、やがてしびれを切らして、よし、一緒に外に出よう、と俺をテニスサークルに誘った。とてもそんな気にはなれないと思い、最初は嫌がっていた俺だったが、大地の誘いでもあったし、もともと外で体を動かすこと自体は嫌いではなかったので、少し前の約束もあるし、いつまでもこうしているわけにはいかないよな、と思い参加した。ずっと家にこもっていても、嫌な気持ちが増すだけだよ。ね、体を動かそうよ。不慣れなテニスであったが、大地が言ってくれた通り、少し気分が晴れて、十分に楽しむことができていた。久しぶりに、カナトの明るい顔が見れて嬉しいよ。あ、そうだ、紹介したい人がいるからちょっと待ってて。そう言うと大地はテニスラケット片手に、少し離れたところでテニスをしていた女性に話しかけ、連れてきた。女性は一瞬俺の顔を見て固まったが、少しすると首を振り、にこやかな笑顔で話しかけてくれた。こんにちは。大地くんから話はいろいろ聞いていますわ。大変なことになってしまって、辛いと思います。せめて少しだけでも、このテニスサークルで心が晴れると嬉しいです。そう俺に声をかけてくれたのは、丁寧な言葉遣いとその身のこなしから察するに、裕福な貴婦人を思わせるような40代から50代くらいに見える女性だった。この女性が誰かわからず、俺が返答に困っていると、大地が笑顔で紹介してくれた。このサークルメンバー長をしているママさんだよ。ママさん？と思わず俺は首をかしげる。俺が不思議がっていることに気がついたのか、大地は頭をかきながら。ああ、サークル内ではみんなからママさんって呼ばれてて、実は僕も本名知らないんだよね、と苦笑いする。そんな俺たちの様子を見ていた夫人は、あらあら、という顔をしながら。そうだったのね。てっきり皆さん知っているものかと思っていましたのよ。改めて、私は尻内明穂と言います。よろしくね。そう優雅に微笑む尻内さんを見て、俺たちは少し固まる。なあ、ひょっとして。いや、そんなまさか。俺たちが小声で話し合っていると、二人とも私の名前を聞いてから顔が暗いけど大丈夫？心配そうに俺たちを見つめる夫人に、大地は息を呑み質問した。あの、前に旦那さんは大学関係の仕事をしているって言っていましたよね。
ひょっとして旦那さんは知内教授？そう恐る恐る尋ねた。夫人は少し驚き食い気味で、ええ、そうだけど、もしかして知ってるの？と嬉しそうに二人の顔を覗き込む。知ってるも何も、と大地が俺の方を見る。俺は何と言えばいいか分からず固まっていると、俺たちの様子を見て察したのか、夫人の顔色が真っ青になり始める。まさか、かなと君の成績を不正に落とした教授って、うちの旦那？と尋ねてきた。俺たちが黙ってうなずくと夫人はため息をこぼし、わかったわ、待っててね、すぐに何とかするから、と言ってどこかに電話をかけ始めた。電話相手が出たと思ったら、ものすごい剣幕で電話相手に怒鳴り続ける夫人。ひとしきり怒鳴ると電話を切って、行きましょう大学に、そう言って俺たちに車に乗るように促す。大学について夫人は俺たちよりも先に歩き、知内教授の部屋に向かった。すごい勢いでノックし、扉を開ける夫人に、教授も慌てた様子で席を立つ。仕事場に来るなって、と牽制しようとしたが、そんなこと今は関係ないでしょ。この子の成績についてどういうことなのか説明しなさい。夫人の勢いに押された知内教授は、ひとまず席に座るように促してくれた。最初は、俺や大地までもがいるのを確認した知内教授は、俺たちは席を外すようにと言ってきたが、夫人が、当事者を中に入れないで私と何を話そうって言うの？いいからこの子たちも話に入れなさい、と強く言ったことで折れて、俺たちも対話の席に着くことに成功した。俺は一連の夫人の様子を見て、まるで母親のような温かさがあるなと感じた。知内教授の部屋の中では、緊迫した空気が流れていた。さあ、二人が納得する理由を言いなさい。わけのわからない理由を言ったらただじゃおかないわよ。そう言いながら夫人は知内教授をにらみつけた。教授は俺の方をちらりと見た。知内教授、前にも聞きましたが、改めて確認します。本当にかなとの成績は妥当なものだったんですか？口を開かず、何も話そうとしない知内教授に対して、大地がしっかりとしたにらみつけるような眼差しで質問した。俺のことになったら、性格が豹変するのが大地だった。俺を思ってくれる大地には本当に感謝しかない。大地の質問に対して、口を濁して回答を渋る知内教授だったが、さっさと質問に答えなさい、と静かに夫人が言い放った。夫人にはかなわないのか、夫人に催促されたことで、教授はやっと口を開いた。秋穂もわかるだろ。こいつを見てみろ。あまりにもあいつに似ているだろう。だから。俺たちには、知内教授が何を言っているのか全く理解ができなかった。しかし、夫人は立ち上がり。そんな理由でこの子の将来を奪ったの？たったそれだけで？やってることがあいつと同じじゃない。と叫んで、知内教授の胸ぐらをつかみ上げた。あなたが憎んだ男と同じことをして、何の意味があるのよ。そう泣きながら怒鳴る夫人を、一旦落ち着かせた方がいいと思った俺たちは仲裁に入り、知内教授から距離を取らせた。そして少し落ち着かせた後、できるだけ理性を抑えて、知内教授、ちゃんと説明してもらえますか？と尋ねた。知内教授は顔を伏せ、語り始めた。私たち夫婦の間には、一人息子がいたんだ。だが、その息子の命は、一人の無責任な飲酒運転によって奪われたんだ。犯人は実刑判決は下ったが、未成年って理由だけで、息子の命を奪った割には、大した刑にはならなかったんだ。許せなかった。そんな奴に、君が似てたんだ。君を見るたびに嫌な記憶が蘇ってしまって、困らせてやろうと思ったんだ。そこまで言うと知内教授は、膝から床に崩れ落ちた。俺は知内教授の話を聞いて、なんて言えばいいのかわからず固まった。知内夫妻を襲った不幸は、とてつもない絶望だ。一人息子を亡くした二人には、きっとずっと暗い気持ちがつきまとっていたのだろう。だけど、全く関係のない自分を巻き込むのはお門違いだ。だから、
確かにそれは本当にひどい話だと思います。でもだからといって、全く1ミリも無関係のカナトの将来を奪っている理由にはならないじゃないですか。カナトは知内教授のせいで企業からの内定を取り消されたんですよ。大地は向きになって教授に食ってかかる。それに賛同するように。あなたは息子の人生を奪った男と同じことをしたようなものなのよ。私だって乗り越えようと思ってテニスサークルを作って気を紛らわして、そうやって大地くんやいろいろな人と触れ合って回復しようって。それなのにあなたはこんなことをして、最低ね。夫人は泣きながら地面に伏せている知内教授を見下す。二人の言葉を受けて知内教授は俺の前で土下座をして、すまなかったと言った。知内教授からの謝罪を受けることはできたが、もうすでに4月、それこそ今さら単位の負荷を取り消すこと自体が学校の規則的に不可能だった。そこで夫人の提案で今後の授業には参加しなくても合格とすることを約束してもらった。また就職については夫人が紹介してくれた企業に入ることに。夫人が俺の事情を事細かに企業に説明してくれて、それを知った企業は大学の後期である9月からの入社を認めてくれた。半年遅れではあったものの、俺はようやく社会人になることができるという希望を見出せたのだった。カナト君、これは返せるかな？望むところです。5月のゴールデンウィーク、俺はまたも大地と一緒にテニスサークルに顔を出していた。カナト君、テニスはあまりやったことないって言ってたけど、センスあるよ。なんか他にスポーツとかやってたの？カナトは超器用ですからね。スポーツも勉強もできちゃうんですよ。訪ねてきた男性に対し、なぜか大地が得意げになる。大地が自慢してどうするんだよ。そうですね。小学校の時はサッカー、中学高校ではバスケをしてましたよ。大学ではスポーツじゃなくて、軽音やってましたけど。ほほう、大地くんの言う通り、どうやらカナトくんはとてもセンスがあるみたいだね。そうやって笑ってくれる少し偉そうな男性は、実は俺が9月から入社する予定の企業の重役である松崎さんだ。夫人のテニスサークルに参加していた松崎さんは、夫人や大地から俺の話を聞いていて気にかけてくれていたらしい。それで夫人からの頼みではあったが、ぜひとも歓迎するよと俺の途中入社を快く歓迎してくれたのだった。そして9月からとは言ったものの、君には興味があってね、ぜひテニスサークルで一緒に活動しないかいと誘われ、9月まで特にやることがなかった俺は今後のためにもぜひと答えたのだった。そうやって参加するテニスサークルは楽しく、松崎さん以外にも同じ企業の人が多く参加していたようで、俺は入社前からある程度の人脈作りをすることに成功していた。そして数ヶ月後、いやー、ついに来月から我らがカナト君が正式に入社してくれるのか。とっても楽しみですね。例のテニスサークルの食事会で少し酔ってきた先輩たちが俺について触れる。俺も楽しみです。みんな明るくて、一緒に話してて楽しくて、これからは仕事も頑張ります。すっかり俺は元気になっていて、そんな俺を隣に座っている大地は和やかな笑顔で見てくれていた。そんな和気あいあいとした楽しい空間に一人、いや、二人がやってきた。皆さん、遅くなってごめんなさいね。楽しんでいるかしら。そう言って夫人が顔を出す。俺たちは元気よく。ママさん遅いよ。盛り上がってるとこだからさ、ささ、早く席について。と、夫人を真ん中の席へと誘導する。すると夫人は困った顔をしながら、ちらっと後ろを見る。後ろにいた人物が申し訳なさそうに姿を現した瞬間、俺と大地は困惑し、硬直した。そんな俺たちを見て、他のメンバーも察したのだろう。それまで楽しかった雰囲気は一瞬で凍りついた。久しぶりだね、加藤君。知内教授。俺はあまりにも驚いて、その一言しか返事をすることができなかった。すると松崎さんが、ママさん、ママさんらしくないね。こんな楽しい席に。
カナト君の人生をめちゃくちゃにしたやつを呼ぶなんて、と静かに怒っている。ごめんなさいね。でも彼、やっと本当の意味でやっと反省できたの。でももうカナト君は大学に来ないから、改めて謝る機会がない。そう思い悩んでて。それで。ごめんなさい、結構です。失礼します。俺は忘れようとしていた尻内教授を見て、思わず店を飛び出してしまった。カナト君、待って。夫人が慌てて俺を追いかけてきた。あのね、本当は私もあなたに初めて会った時、犯人と重ねてしまった。だから私からもちゃんと謝りたいの。俺は思わず足を止めた。だから初めて会った日固まって。そう、そうなの。違うって思っても、何度も頭で違うって分かってても重なっちゃってしまったのよ。楽しい席に連れてきたのは私の配慮が足りなかったわ。だから後日改めて機会をくれないかしら。夫人の辛そうな切実な表情を見て、俺は別日に正式な謝罪の場を設けてもらうことになった。はあ、教授の事情もかわいそうだとは思ったけど、カナトを陥れるのはやっぱり違うよな。今日もゲームをしながら話す大地。あれから俺は改めて謝ってもらい、慰謝料まで渡された。お金の問題ではなかったし、許すつもりもないが、尻内夫妻は俺の人生をめちゃくちゃにした代わりに、最大限のサポートをさせてくれと懇願してきた。夫人には恩があるし、尻内教授も俺への嫌がらせさえなければいい教授だったと思う。俺はひとまず、本当に困った時は全力で頼りますとだけ言ってその場を去った。俺が社会人になってからも、なんだかんだ週に数回は俺の家に上がり込んできた大地は、相変わらずゲームをしながら、人を呪えば穴二つって昔ばあちゃんが言ってたよ。そう、結局尻内教授は俺への仕打ちを反省し、自ら学校側に申告、懲戒免職処分を受けたという。今は心を入れ替えて違う職に就いていると先日の席で話を聞いた。どんな過去があろうとも、他人を巻き込んでいい理由にはならない。さらに相手を憎みすぎたゆえに、自身がその相手のようなことをしてしまうとは、なんとも滑稽なことではないだろうか。人を呪わば穴二つ。まさにこの言葉が脳裏をよぎるのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。夫の進むが、数日帰ってこないことも当たり前になっていた頃、私が皿洗いをしているとき、進むが久しぶりに声をかけてきた。おい。それを聞いて、私はもう一度希望を抱いた。このまま真面目に話をして、そうして関係を昔に近づけることができるんじゃないかって。私は嬉しくなって長らく出すことがなかった元気な声で、はい、と答えた。けれども、その次に彼から告げられた言葉は、私を絶望へと突き落とした。離婚だ。うすうす、こうなってしまうのではないかと予感していた。けれども、それがいざ現実になったことで、自分の顔が青くなっていくのを感じた。一体誰がこんなことを？どうして私たちの家庭を引き裂こうとするの？あまりにも辛すぎる現実に絶望すら感じた私のもとへやってきたのは実の妹だった。そして彼女が口にした言葉に、私はもう何もかもどうでもよくなった。お姉ちゃんの旦那さん、もらっちゃったから。私の名前は岡崎康江。年はちょうど最近50代に入ったところで、息子が一人いる。夫の進むはかつて同じ大学に通っていた同級生で、サークルも同じところに所属していた。最初、私と進むはお互いに、なんかよく合うな程度の認識しかしていなかった。けれども、その些細なことが私たちの関係を深めていった。最初は
課題に困った時に頼れる人として。それからサークルの飲み会とかで酔って歩けなくなった私の保護者のような存在として。時間を共にしていく中で認識が変わっていった。そしてある日、私は酔った勢いで告白のようなことをしてしまったらしい。詳しくは覚えていないけど、それがあってからは私と進むは恋仲となり、花色の大学生活が幕を開けた。それからしばらく経ったある日、私は今までに感じたことのないような体調不良に悩まされたので、軽い気持ちで病院を訪れた。そしてその時に自分が妊娠していることを知った。進むにこの話をすると、彼は何とも言えない表情をしていた。嬉しく思えるのだが不安もある。二つが混ざり合ってぎこちない笑顔になっていた。妊娠が分かって、私たちはすぐに籍を入れた。けれども、このことをそれぞれの両親に報告すると大激怒されてしまった。大学生という経済的にも不安定な状態なのに、なんていい加減な、と叱られてしまったのだ。お互い常識やしきたりなどを重んじる真面目な親のもとに生まれてきたので、今回の妊娠のことは喜んでもらえなかった。そればかりか我が家の恥だと言われ、感動までされてしまった。今まで両親に頼ってばかりだった二人にとって、それはあまりにも大きな試練となった。頼れる人がいなくなった私たちは、二人で助け合いながら、それでも大学を無事卒業した。その後は共働きでコツコツとお金を貯めつつ、生まれた一人息子をすくすくと育て上げた。そして彼が立派な大人になった頃、新しい家族を連れてきた。とてもしっかりとした美人さんで、二人ともとても幸せそうに見えた。彼女とは、夫婦として素晴らしい思い出をたくさん残してあげたいんだ。結婚式が記念すべき思い出一号だな。そう一人息子がデレデレになりながら話してくれたのを見て、とても嬉しい気持ちになった。親から見放されてしまった私たちだから、自分たちが見せることのなかったものだったから、彼の笑顔が特別輝かしく見えた。無事結婚式を終えた二人の間に、子が一人生まれた。名前を龍太と言って、息子の凛々しさと奥さんの美しさの双方を合わせ持つ容姿端麗な子。時々顔を見せに息子夫婦が訪れた時に、顔を合わせるのだけれど、その時に彼の成長を確認できるのが新しい楽しみとなっていた。最初は私たちのことを警戒してなかなか話してはくれなかったんだけれども、次第に甘えてくるようになった。ばあちゃん、一緒に鬼ごっこしよう。あらあら、このおばばにリュウタが捕まえられるのかしら。大丈夫だよ。おじいちゃんも一緒に僕を追いかければいい。ほほう、このおじいは意外とすばしっこいぞ。覚悟はいいか？捕まえられるものなら捕まえてみなよ。よーし、行くぞ。いくつになっても元気なもんだね、あなたは。今週末、嬉しい報告をしに行きます。楽しみにしていてください。ある日、息子からそのようなメールが届いた。正直、大体予想はついていたのだけれども、やっぱり本人たちから言ってもらえるのが待ち遠しい。私と夫の進むは、早く今週末にならないかね。そんなもの、飯食って寝てりゃすぐだ。まだそんな年じゃないだろうに。といった会話をして、週末までの時間を楽しく過ごした。最近は皆、仕事や自分のことで忙しくて、なかなか会えていなかった。だから、龍太も、きっとびっくりするくらい大きくなっているに違いないと、期待が日に日に膨れ上がっていった。そして当日、
彼らが来るのを待っていた時に一本の電話が入った。あいつからか。多分渋滞か何かで遅れるっていう連絡でしょ。私が出てくるわ。そう言って私は電話を取った。そして相手が話し出す前に自分から、元気にしてたかい。私はもう待ちきれなくってずっと玄関の方が気になってしまっているわ。だから早く、と言った。けれども言いたいことすべてを話してしまう前に相手が話し出した。息子の電話番号なのに知らない男の声だった。もしかして親御さんでしょうか。突然のことに言葉が詰まってしまう。ええ、そうです。失礼ですが、あなたは。失礼しました。私は T 病院の谷崎と申します。実はあなたの息子さんと奥さんと思われる方とお子さんが乗っていた車が大型トラックと衝突しました。確認していただきたいことがございますので、至急病院の方へと来ていただけませんでしょうか。確認？その言葉がずっと心の中に残り続ける。それから相手が何を言ったのかなんてわからない。手足、体全体が震えて電話も握れない。声も出ない。息も我に返ることも。様子がおかしいと思った進が、普通ではなくなっている私に駆け寄ってきた。何度も何度も名前を呼んでは私の肩を掴んで揺らした。なかなか正気に戻らないものだから電話口の人に、俺の妻に何を言ったんだ、と少し怒ったような口調で言った。そして夫も私と同じ説明を受けた。私よりも少し冷静だった彼は、わかった、とだけ言って電話を切った。そして、大丈夫だ。大丈夫だ。きっと大丈夫だから。と、いつの間にか泣いていた私の肩をさすってくれていた。そのおかげで自分の心を取り戻すことができた。病院に到着すると、看護師が駆け寄ってきた。そして、私たちが交通事故の被害者の両親だということを確認すると、早歩きでとある部屋へと案内された。そこには数人の医師と看護師、それから、幸い顔は原形をとどめており、個人を識別することができる状態です。幸いですって、これのどこが幸いだというの。身元の確認をお願いします。医師はそう言って横たわっている二人の顔にかけられた白い布をめくった。青くなった顔に痛々しい傷を負っているにもかかわらず静かに眠っているかのよう。それを見たあの時からいつの間にか廃人のようになってしまった夫の肩を揺さぶるまでの間の記憶が私にはなかった。どうやら意識を失って病床に運ばれたようだ。そして私が夫を揺さぶりながら言っていた言葉、ねえ、私嫌な夢を見たの。息子がね、突然病院から電話でね、そしてね、痛そうなのに寝ていて、それでねえ、あの子はどこにいるの？いつ報告しに来てくれるの？ねえ。夫はただずっと静かだった。目をうつろにして枯れた木のようになっていた。私はその時現実を受け入れざるを得なくなった。孫息子の龍太は一命を取り留めた。数日後に意識を取り戻すことができた。記憶にも異常はなく、障害となるような後遺症もない。しかし左目の下には消えない傷がついてしまっていた。あれ、おばあちゃん、久しぶり、元気にしてた？リュウタが目が覚めてから一番最初に言った言葉だった。よかった。
元気ですとも。そうか、よかった。あれ、パパとママは？パパとママはね、遠くからやってきた人に呼ばれて出かけちゃったんだ。だからしばらく帰ってこないんだ。おばあちゃん、その人ってきっと神様だよ。パパとママを連れて行ったんでしょ。僕、わかるよ。彼のその言葉に対してどう返せばいいのかわからなくなった。それ以前に自分の気持ちすら何とかすることができていない。僕ね、夢を見ていたんだ。パパとママとの楽しい時間、それとお別れの時間。二人ともおかしなことを言うんだ。さよならって。それは悪い夢だよ。ユータのパパとママがそんなこと君に言うわけないじゃない。だってあの二人はまだ生きて、生きて、もういないんでしょ。私よりも旦那よりも落ち着いているリュータ。僕泣かないよ。だって僕が泣いたらおばあちゃんとおじいちゃんもっと泣いちゃうもん。だから僕泣かない、泣かないんだ。しかし彼は泣いていた。無理して強がっていることくらい私にはわかるよ。だってあなたのその我慢の仕方、息子と同じなんだもの。あの子が生きていた過去のかけらがまた脳裏をよぎる。結局私と竜太は二人だけの病室の中でひたすらに泣くのだった。でも泣いても泣いても悲しみが、痛みが癒えていかない。もっと辛くなる。嫌な涙。それから一体どれだけの時間が流れたのかもわからない。いつの間にか息子夫婦の葬式が始まっていて、私は喪服を着ていた。花でいっぱいの悲しげな祭壇では二人の遺影が笑っている。当日、私と夫の両親が来ることはなかった。代わりに二人の職場の同僚や友人たち、それから私の妹の三重が来てくれた。あまり人数は多くなかったけど、皆心から二人のことを悲しんでくれた。みんなが来てくれたことには私も夫もとても嬉しい気持ちになった。葬式が終わると妹の三重を残して皆解散した。あの場に来てくれた唯一の親族として私と夫は最大限のもてなしをした。家に泊めたり、滞在中の食事も用意したり、とにかく困ることがないように彼女をもてなした。三重の方も家事やその他の細かいところの手伝いなんかをしてくれたり、そっと寄り添ってくれたり、憔悴している私と夫、それから竜太くんのことを気遣ってくれた。それが大きな救いとなり、私と竜太はなんとか前へと進む気力を得ることができた。けれどもそれからの日々は地獄へと一変した。夫の進むは立ち直ることができなかった。けどそれは仕方がないのかもしれない。それから私はほぼ一人で竜太の面倒を見たり世話をしたりした。夫はあの時から変わらず目がうつろになっているまま。今まで高い評価を受けていた仕事でもミスが多発するようになり、築き上げてきた信用を徐々に失っていった。そしてついに降格処分を受けてしまった。それをきっかけにどん底に突き落とされた気になった夫は酒に溺れるようになった。今までの彼とはまるで別人。私が知らない進がお酒を飲んで酔っ払って、そして私が知らない拳で私に当たり散らしてくる。正直とても怖かった。でも進の辛さは理解している。だからこそ彼のその行いに反抗することができなかった。
たとえどんなに辛くとも、あの二人が残していった竜太を放っておくわけにはいかない。今の私たちにできることは、そんな竜太をしっかりと育て上げて、立派になった彼を天国にいる二人に見せてあげること。だからこそ、ここで私たちが絶望なんてしたらダメなのよ。しっかりしなさいよ。私たちにはまだできることがあるんだから。私はいつまで経っても変わらない進むに向かってそう言った。すると彼は、うっせえな。てめえに何がわかるってんだ。とだけ怒鳴って家の外へと出て行ってしまった。この日から進むは私とまともに口を聞いてくれなくなった。夕食の用意をしていても、外で食べてくると言って私の手料理を食べなくなっていった。正直、過去を受け入れて新しい生活を始めることができた方がいい。こじれてしまった中だって戻った方がいいに決まっている。そのために彼の心をどうにかしようと努力した方がいいなんて、そんなことわかっている。でも私だって余裕があるわけじゃない。正直、外で食べてくると言われた日は、彼の八つ当たりや嫌な雰囲気を感じたりしなくて済むから気が楽。だから私は彼を止めることはしなかった。そのせいで、結局私たちは話し合いをするタイミングをつかむことができなかった。二人の関係はますます悪化していく。そして、ついに進むは時折出かけたまま帰ってこないようになった。私はもう二人の関係は二度と戻ることはないと諦めてしまった。進むが数日帰ってこないことが当たり前になっていた頃、私が皿洗いをしている時に彼が久しぶりに声をかけてきた。おい。それを聞いて私はもう一度希望を抱いた。このまま真面目に話をして、そして関係を昔に近づけることができるんじゃないかって。私は嬉しくなって長らく出すことがなかった元気な声で、はいと答えた。けれどもその次に彼から離婚だと告げられてしまった。うすうすこうなってしまうのではないかと予感していた。けれどもそれがいざ現実になってしまったことで、私は強烈な不安を感じた。自分の顔が青くなっていくのを感じた。そんな、だってまだ竜太もいるんだよ。もう一度考え直してよ。ね？うるせえ。離婚って言ったら離婚だ。というか、すっかり老いぼれたババアになんぞもう興味はない。さっさとこの家から出て行ってくれ。そんな、あんまりだよ。なんとか離婚だけは阻止しなければ。でも私は悟った。きっと私以外の女と関係を持ったに違いないと。一体誰なの？ただでさえ不安定になっていた私たちの家庭を引き裂こうとする人は。でも、いくら考えたところでわかるはずがない。私はこれからどうすればいいの？唯一頼れる存在だった進むまで離れていったら、もう誰も頼ることなんてできない。そんなの、あんまりだよ。私は、人形のように地べたに座っていた。立ち上がることができない。そんな状況のところに私がよく知っている人がやってきた。やっほ、お姉ちゃん元気？三重。実は今日言いたいことがあって来ちゃったんだ。言いたいこと？うん。お姉ちゃんの旦那さん、私もらっちゃったから。は？突然のことに言葉が出てこない。でも怒りはふつふつと湧き上がってくる。そういえば三重は昔からこうだった。何でも私の真似をしようとする子で、私が持っているものをいつも欲しがっていた。お姉ちゃんと一緒のがいい。一緒じゃなきゃ嫌だ。それが口癖だった。その頃の私は年も離れていて、すでに精神が落ち着いていたので、姉として欲しがったものの多くは譲ってあげていた。それでも渡すことのできない大切なものに関しては、同じものを買い与えたり
オーダーメイドして作ってもらったりすることで何とかしていた。でもお互いが大きくなるにつれて、その内容が許容範囲を超えるものになっていった。中でも一番の問題となったのはクレジットカード。私が個人で契約できる年齢になっていた頃、三枝はまだ高校生。原則彼女は契約をすることができなかったので、それはもう大変だった。結局私とカードを共有するということで話がついたのだけれども、彼女はとにかく浪費癖がすごかった。私宛に多額の請求が来て問い詰めた時も、いいじゃん、私のカードでもあるしと言って聞かない。両親に相談しても面倒事を嫌ってまともに話を聞いてくれない。そういうこともあって私は家を離れ一人暮らしを始めた。その悪癖が今もなお治っていない。私はとことん彼女に失望してしまった。葬式の時に見た彼女は一人の淑女になっていたというのに、こうなると分かっていれば進むと三枝が二人になる時間なんて作らなかった。もういいよ、私の周りにいる人間は誰一人として変わろうともしないし、前に進もうともしない。これだったらもう誰に頼る必要もない。私一人でも何とかしてみせる。そういう気持ちもあったので、私は素直に離婚届に判子をした。それから私は雄太を連れて家を出た。交通事故から1年も経過していないというのに、私はほとんどすべてのものを失った。でも不思議なことにあんまり辛くない。むしろ何もかもがなくなってくれたおかげでどうでもよくなってしまった。でも私の隣で何も知らないような顔をする龍太は違う。彼は自分の両親がいなくなってしまった後でもけなげに、そして強く賢く生きてきた。進むとの家を出て小さな賃貸のアパートに移った後でも、彼は真面目にお手伝いもしてくれた。私もいつまでも落ち込んでいられないよね。そんなことをしばらくの間口癖のようにつぶやきながら、すくすくと育つ龍太の成長を見守った。二人で暮らす生活が始まってからしばらくが経った。ある日、私は自分の携帯電話に大量の留守電が入っているのに気がついた。仕事で気がつかなかった。私はそれを再生するかどうか一瞬迷った。でも離婚したとはいえ、かつては幸せな日々を紡いでいた中、私は恐る恐る留守電を聞いてみることにした。すると、ふざけんじゃねえぞ、さては知っていてあえて俺に言わなかったんだろ、責任取って手術費払えよ、わかったか。今まで聞いたこともないような進むの怒声。私は驚きのあまり携帯電話を落としてしまった。そんな時に龍太が声をかけてくれた。おばあちゃん、大丈夫？うん、大丈夫だよ。彼は私の背中をさすったり、手を握ったりしてくれた。そのおかげで気持ちがだいぶ落ち着いた。また、おじいちゃんがひどいことを言ってきたの？龍太が少し怒ったような感じで聞いてきた。大丈夫よ。おじいちゃんはちょっと不機嫌なだけ。そうなんだ。まだ幼い龍太に気を使わせるなんて、あなたはもう別人になり果てたんだね。私はそんなことを思いながら龍太を抱きしめた。ごめんね、おじいちゃんとおばあちゃん仲良くできなくてごめんなさい。大丈夫。それにね、僕最近のおじいちゃんのこと大嫌い。昔は好きだったのにな。それにおじいちゃんはおばあちゃんのこと可愛くないって言うけど、そんなことはない。嫌な方のおばあちゃんなんかよりもずっと可愛い。龍太、僕ね、おじいちゃんとおばあちゃんが別々になれてよかったなって思ってる。だっておじいちゃんと一緒にいるとき、おばあちゃんはずっと辛そうだったから、見ていてとても悲しかった。でも今のおばあちゃんはとても元気になれてよかったね。
おばあちゃん。あまりにも無邪気にそういうものだから、私は少しの間、ありがとうとしか言えなかった。でも、そっか。おじいちゃん、私のこと、可愛くないって言ってたんだ。うん、おばあちゃんがいないときにね。おじいちゃん、あの嫌な人をよく連れてきてた。その時に言ってたよ。浮気。話を聞いた私はさすがに怒りで声を震わせた。浮気？まあそれでね、僕そんなことないって言おうとしてたけど、おじいちゃんにひどいことされるのが怖くて言えなかったんだ。だからちょっと嫌な気持ち。おばあちゃんの味方になってくれたんだね。リュウタは優しい子だね。僕はいつだっておばあちゃんの味方だよ。ありがとう。ありがとうね。その言葉だけでおばあちゃんはすっごく幸せだよ。ああ、なんて尊いんだろう。こんなにも小さくか弱い体なのに、心は私なんかよりもずっとたくましい。私はしばらくの間、リュウタを抱きしめるのであった。その後に、リュウタは不思議なことを言い出した。そういえば、あの嫌なおばあちゃん、病気なんだよね。おじいちゃん、やっと病気のことに気がついたのかな？え？どういうこと？ねえ、リュウタ、その話、もっと詳しく教えてくれない？リュウタの話によると、あの事故があった頃には、彼のお母さんのお腹の中に第二子がいたとのこと。週末にしようとしていた嬉しい報告というのは、この妊娠のことだったそうだ。それゆえに、体調を崩すことも多かった彼のお母さん。息子はそんな彼女を連れて、通い慣れた病院を訪れていた。もちろん、リュウタも一緒に。そして、どういう偶然か、三枝もその病院に通っていた。三枝は、年を取ってからも、容姿がいいままだった。それに加え、何度も見かける機会があったから、当時のリュウタは彼女のことを記憶していたのだ。そして、三枝が診察室から出てくるときは、決まって深刻そうな顔をしていたと、リュウタは話してくれた。それにね、時々コロコロって動くベッドに乗せられて、どっかに連れて行かれるときもあった。あんな人は珍しいから、とても大きな病気を持っている人なんだなって思ってた。幼いのに、なんて鋭い観察眼を持っているんだろう。私は彼の考え方に感心した。お葬式の時にもあの人来てくれたでしょ？でもパパとママのことで頭がいっぱいになって、その人のことをよく見ていなかった。あの人が病院で見た人だって気がついたのは、おじいちゃんがよくあの人を連れてくるようになってからなんだ。そっか。それでね、病気はもういいの？ってあの嫌な人に聞いたら、すごく怖い顔で見てきた。だからあれから病気のことは言わないようにしてきた。おじいちゃんにも言わなかった。それでよかったのよ。もしあなたが病気のことについて言っていたら、きっと嫌なおばあちゃんにひどいことをされていた。おじいちゃんだってどんなことをしていたかわからない。リュウタはとっても賢い子だよ。私の。そしてリュウタのお父さんとお母さんの何よりの誇りだよ。私はそう言いながら、もう一度彼のことを抱きしめた。数日後、進むが私の職場にまで怒鳴り込んできた。開口一番、手術費をよこせだの、この卑怯者がだのと叫び散らしていたけれども、すぐさま警備員に取り押さえられて警察に連れて行かれていた。その後もストーカーまがいのことをして自宅についてこようとしてきたり、人気のないところで走って追いかけてきたりするようになった。さすがに身に危険を感じた私は警察に通報した。彼はそのまま連行されていった。その後、彼の姿を見ることはなかった。取り調べの話を警察の人に聞かせてもらった。どうやら三枝はお金目的で進むに近づき、彼の貯金から手術費を捻出してもらおうという腹積もりだったそうだ。本人は病気のせいで仕事ができない。だから他人に頼るしかないのはわかるけれども。だからといって、
人の、しかも実の姉の夫に手を出すのは許されることではない。しかし、進は降格処分を受けた上に、酒に溺れた生活を送っていたから、貯金なんて残っていなかった。どちらにせよ、借金することを除いて、手術費は私からせびり取る以外方法はなかったんだと思う。進が連行されていった晩に、三枝から最後の電話がかかってきた。ねえ、私たち血がつながった兄弟でしょ？だからお願い、お金を出してよ。私の夫を奪った上に、今まで散々なことをしておいて、いくらなんでも虫が良すぎるとは思わないの？私から出せるお金はないよ。そんなに行きたいのなら、借金でもすればいいじゃない。そう言って私は電話を切った。そして、もう二度とかかってくることがないように、携帯の設定を変更し、着信拒否のリストに彼女の名前を入れた。これでもう、あの二人と会うことはないでしょう。すべてが落ち着いた頃、竜太は小学校に上がった。私は仕事で帰りが遅くなる時が多かったので、授業が終わった後は彼を学童に預けていた。正直、寂しい思いをさせているんじゃないかなって心配もしたけど、ある時に学童の中をこっそり覗いてみると、竜太はすっかりとリーダー的な存在になっていた。竜太くん、どうして君はお兄さんみたいにたくましいんだい？とある子がそう尋ねたのに対して彼は、よくぞ聞いてくれた。なぜなら、僕はもともとお兄ちゃんになる予定だったからです。と自慢げに話していた。それを聞いて私は安心した。でも複雑な気持ちも抱いた。自分から離れて三枝と一緒になった進のこと、自分の一人息子とその奥さんを失った日のこと、今でも私は考えてしまうのだ。でも明るい性格の竜太のおかげで私は前へと進むことができている。それに彼が小学生になったことで私の親としての仕事が一気に増えた。そのおかげで私は過去のことを振り返る余裕がないくらいに忙しい毎日を送ることとなっていた。今では仕事が終わるとすぐに学童へ竜太を迎えに行き、一緒にスーパーへと買い出しに行く日々を送っている。正直こんな年になった私に元気すぎる彼の母親が務まるか心配だった。でも意外とついていけていることに自分自身で驚いた。そしてまだまだやれるんだって自分に自信を持つことができたのだった。これは風の噂で聞いた話だけど、どうやら三枝は手術を受けることができたようだ。そして無事に成功し、働けるようになるまでに体調が回復したそうだ。しかし今まで病気のことを黙っていたこともあり、進は彼女に対して不信感を抱いた。そのせいもあって二人の夫婦仲はすぐに冷めてしまい、離婚に至ったらしい。そして進は今でも酒に溺れる生活を送っていると、ある日の晩、片手に酒を持って外を徘徊する彼の姿を目撃した者がいるという話も聞いた。一方で私は日々の仕事に対する勤勉さが評価されて昇進が決まった。給料は上がり、今まで以上に生活に余裕ができる。でも無駄遣いはダメ。このお金は将来竜太が自由に自分の道を進んでいけるために今のうちから貯めていこうと思う。定年退職まであと10年、竜太を立派な大人に育て上げて、あの世にいる息子たちに胸を張れるようにしっかり働いていこうと、祭壇で笑う二人に私は誓った。正直最初は進と三枝が苦しい人生に落ちてしまったことに清々しい気持ちを覚えた。でももし私たちの息子が他界しなければ、彼はあんなにも廃れることはなかった。あれほどまでに変わってしまうほど彼は
私と息子を大切に思ってくれていたと考えると胸が痛くなった。でも私には彼を救うことはできなかった。三枝にもそれはできなかった。人と人の縁は切れない、そう思っていても何かのきっかけで切れてしまうことはある。ちょうど私と進むの両親の時のように。だからこそ私は今この手の中にある縁を大切にしていきたい。ここ一年で私はあまりにも多くの不幸を味わってしまった。だからきっとこれからの人生は楽しいことが待っているはず。私の心はそのような前向きな気持ちになれるまでに回復していたのだった。だからこそ考えていたことを果たしたい、そう思って私は一通の手紙を書いた。拝啓、あなたは私と息子を大変愛してくれました。そうでなければ酒に溺れ人が変わってしまうなんてことは絶対になかったのですから。だからありがとう。私たちのことを愛してくれて。今の私は竜太のおかげで前へと進むことができています。彼もう1年生になったのですよ。学校でも多くの友を連れて楽しそうに校庭を駆け回っているのです。あなたにも彼の姿を見せてあげたい。だから私から一つ提案がございます。もしまだ私のことを愛してくださるのなら、前へと進もうという気持ちがあるのなら、もう一度だけ一緒に頑張ってみませんか。実は私は知っているのです。あなたが私に拳を向けた日、あなたは必ず後悔して泣いていたことを。私は知っているのです。あなたが三枝のもとへと行ったのは、絶望の中で必死にもがいていたあなたの気の迷いが原因だって。だから、私はもう怒っていません。でも、いきなりこんな手紙をよこされても困りますよね。ですから、これを破り捨ててもらっても構いません。でも、もし気が向いたのでしたら、ぜひお返事を書いてください。孫息子の竜太と共にお待ちしております。つすむさん。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。私は本当に運がいい。だって愛娘の門出にふさわしい仕事を与えてやれるんだから。目の前の部長はそう言ってニヤニヤと笑いながらこちらを見ている。何も言わない僕に彼は続けて言葉を発した。君の仕事は娘が引き継ぐからすぐに辞めたらいい。どうやら僕はこの男にはめられたようだ。そして彼は僕が掴んだ30億の契約さえ奪って自分たちのものにしようとしている。この時の僕は怒りで震えて爆発してしまいそうだった。しかし彼のこの非情な仕打ちになすすべが何もなかったのも事実。ただ与えられた処罰を受け入れるしかなかった。しかしそれから数ヶ月後、状況は一転する。やはり卑怯なやり方で人から物を奪おうとした奴には天罰が下るのだ。僕を落とした部長、彼の敗因は自分の娘のことをきちんと把握できていないことだった。僕の名前は国際英介、年齢は32歳、製薬会社の営業部に勤めている。大学卒業してからそのままこの会社に就職しているので、これももうすぐ10年が経とうとしている頃だ。はじめは慣れずに戸惑っていた仕事も、今では随分と板についてきたように思う。製薬会社というのは、日々新しいものが作られる世界。そこで僕は常に新しいことを学びながら、刺激的でかつ充実感のある日々を送っているのだった。そんな僕の最終的な目標は、製薬会社の MR になることだ。
これは就職当時から変わっていない。いや、むしろ MR になるためにこの会社に就職したと言っても過言ではない気がする。ちなみに MR というのは、医療関係者に自社製品の有効性や安全性に関する情報を提供することで、現場に採用してもらう仕事のこと。つまり MR の働きによって、病院や薬局に置かれる医薬品が変わる可能性を担っている大切な仕事なのだ。もしかしたら新しく開発されたお薬によって救われる命があるかもしれない。自分たちの働きが社会のためになっていることを実感できるとともに、やりがいのあるこの仕事に僕は憧れの気持ちでいっぱいなのだった。とはいえまだまだ MR には程遠い僕は現職の営業部で奮闘中だ。この仕事も簡単ではなく、最初は全く契約が取れなかったのが現実だった。気合を入れて元気よく営業したり、分かりやすく製薬の説明を試みたりしても全くうまくいかない。むしろ門前払いされることの方が多かった。しかし僕は全然諦めなかった。多分元より性格的に粘り強いタイプなのだろう。持ち前の根性でとにかく歩き回っては幾度となく営業を繰り返してアピールを試みてみた。また商品の良さを伝えるためには僕自身もその製薬のことを熟知していなければならないとも考えた。だから製品についての知識を深めることにも日々精を出しているのだった。その甲斐あってか、結果として今では課長である。この事例を受けた時は今までの頑張りがしっかりと評価されているようで本当に嬉しかった。こんな感じで仕事に邁進しながら充実した日々を送っている僕なのだが、実は最近あるチャンスに恵まれた。それはというと、会社が新しく発足させる海外事業部である。あろうことか社長から直々にそこの主任を任せたいとの打診を受けたのだった。新事業部を僕に任せてくれるのですか？思ってもみなかった提案に天にも昇るような嬉しさが体中に広がる。詳しく聞いてみると、どうやら僕の語学力を高く評価してくれているとのことだった。正直自分でも英語が堪能というのは武器だと感じていた。昔から外国の言葉を知り学ぶことが好きだった。今回はそれらが活かせるタイミングが来たということで、とても喜ばしかった。またこの部署発足に伴って僕の他にもメンバーが集められた。知っている人もいれば、あまり関わったことのない社員もいる。それでも僕はみんなに分け隔てなく接することで、それぞれの良さを伸ばしていけるように心がけた。その中でも教育係を務めた如月秀子という女性社員は、特に僕のことを評価してくれているようで。国際さんの仕事ぶりは本当に尊敬です。私も早く国際さんみたいになりたい。頑張ります。といつも言ってくれるのだった。部下にこんな風に尊敬されたら頑張らないわけにはいかないだろう。評価に見合った姿をお見せできるように、僕はより一層仕事に精を出した。どんなに小さい仕事でも全力で挑むことで、部下たちを先導する良いリーダーに近づけるような気がしていた。そんな中、僕のこうした努力がついに実を結ぶ出来事が起こった。というのも、なんと30億円の大口契約を取ることができたのだ。相手はアメリカの製薬会社。しかし、うちとは共同で新薬の開発を行いたいという話だった。とはいえ、初めは相手会社もあまり乗り気ではない感じだった。拒絶されているわけではないものの、感触としては微妙だった。でもだからといって、こんなチャンスを逃すわけにはいかない。畳みかけるように説得に説得を重ねるため、僕は何度も相手会社との商談を行った。その結果、徐々にこちらの良さが分かってもらえたという感じだった。契約が取れたことを部署のみんなに報告すると、みんなとても喜んでくれた。さすがです。と言って称賛をしてくれた人もいれば、自分たちも後に続けるように頑張ろう。と言って自分を鼓舞する人たち。中には、商談を決めるコツを伝授してください。と言ってくる人もいた。こうした一つの大きな成功は、チームの士気がどんどん上がっていくのが感じる。なんだかチームが一体となれているようで、頼もしさを感じるとともに、
自分自身もより一層仕事に邁進していこうと改めて感じた瞬間だった。しかしパッと見は順風満帆な僕たちの新部署だけど、正直言って完全に何もかもがうまくいってるわけではない。実のところ僕のこうした活動をよく思わない社員が若干1名いるのだった。それはこの部署の部長である海外サトシ。はじめは特に悪い関係ではなかったのだが、いつからか僕は彼からすこぶる目をつけられるようになってしまったのだった。海外部長はどういう人かというと、一言で表すなら面倒くさい人である。現在部長という役職についているにもかかわらず、ものすごい学歴コンプレックスを抱えているのだ。きっと彼が高卒のまま就職したことに起因するのだろう。大卒や高学歴、スキルの高い人、中でも特に自分がからっきしの語学が堪能な人のことは本気で目の敵にしているような節があった。なので例えば僕たちが会話の中で何気ないビジネス用語を用いると、日本人なんだから日本語を話すよなと言っていちいち突っかかってくるのだ。特に僕は常習的に横文字のビジネス用語を使ってしまうところがあるようなので、なおさら嫌われているような感じだ。ある時はカッコつけんなよ、日本人のくせに生きてる感じでキモいぞとまで言ってきたのだった。こういった理不尽なイチャモンに対してもちろん腹が立つのは事実。しかしそうは言っても彼は実際上司なのだ。立場が上である海外部長からの嫌味はどうすることもできないので、聞き流すしかないのだった。そんなある時のこと、いつものように部署内で資料制作を行っていた時、僕は部下に呼ばれた。国際さん、すみません、急いで来てもらえませんか。その呼び方と口調は幾分か急ぎの雰囲気をにじませていた。何かトラブルでもあったのか。そう思った僕は少し焦りながら席を外すことにした。どうしたんだ。呼び出した部下のところに駆けつける。するとどうやらその部下は外国からの電話を受けており、自分ではうまく意思疎通が取れないから対応してほしいとのことだった。しかしそれ以外の大したトラブルらしきものはない様子。僕はほっと胸をなで下ろしながら電話を受けた。受話器を置いた途端、申し訳なさそうな表情を見せる部下。すみません、英介さんの手を煩わせてしまって。という彼はどことなくシュンとしていた。しかし特に問題もなかったから全然大丈夫だよと笑顔で伝えると、安心した様子になったので、そんな部下を見送りながら僕も席に戻ったのだった。そして作業を再開する。再開しようとしたその瞬間、見慣れたパソコンの画面にほんの少しの違和感を感じた。何かが違う。何が違うのかは詳しくは分からなかったけど、感覚的に変な気持ち悪さがあったのだ。そもそもパソコンの画面がついたままだったのもダメなポイントである。部下の急用かと思い急いでいただけに、どうやらロックをかけ忘れていってしまった模様。つまり僕が席を立った後は誰でもこのパソコンを触れるといった状況ができていたのだった。もしかしたら誰かがパソコンを触ったのかもしれない。大事なデータも全部入っているだけに不安でいっぱいだ。そこで僕は恐る恐るといった感じでさりげなく海外部長の方を見た。その瞬間バチッと目が合った彼は嫌な笑みで笑ってきたのだった。その日の退勤後、席を立ち帰ろうとした僕のもとに海外部長が近づく。そしてご機嫌な様子で、明日面白いことが起こるよとだけ言って意味深に笑いながら去っていった。もちろん僕は何のことかわからない。何のことですかと聞く前には彼は目の前からいなくなっていたのだ。僕はただただ彼の言葉を機嫌に思いながらそのままキロに向かった。その夜はいつにも増して時間のある日だったので、僕は眠い目をこすりながら MR 認定試験の勉強をした。眠気がマックスになり眠りにつく頃には今日の出来事への違和感はすっかりと忘れていた。翌日
僕は出社後一番に社長に呼び出された。ついに僕たち海外事業部が大きく評価されたのかな。僕はあふれんばかりの期待を膨らませながら社長室に向かった。失礼します、そう言いながら扉を開く。すると目が合った社長に開口一番に、とんでもないことをしてくれたなと怒鳴られた。思わず驚き、キョトンとしてしまう僕。社長はかなり激怒している様子だった。申し訳ございません、状況が読めません。何があったのでしょうか。慌てて尋ねると、社長は鬼の形相で、情報流出だと答えた。詳しく聞くと、今回僕が制作した資料が外部に流出してしまい、それを知った先方が激怒しているのだという。契約破棄どころか損害まで訴えられているようだった。そんなこと私はしておりません。全く心当たりのない僕ははっきりと断言する。 1% もそんなミスを犯した可能性はありえなかった。しかし社長は、そんなはずがないという。何でもこの流出は僕のメールアドレスにより昨日もたらされたものらしいのだ。どういうことなのだ。僕は昨日一日を振り返る。そして部下に呼ばれた時、少しだけ席を外した時のことを思い出した。そういえば席についてパソコンに向かった時、何とも言えない違和感を感じたのだ。おそらくあの時に何者かによって手を加えられたのだろう。そうとわかると自分が流したわけではないとしっかり伝えたい。しかし元はといえば、僕がパソコンのロックをかけ忘れたことが原因なのだ。どうにも弁解することができなかった。その間にも社長の怒りはどんどん高まっていき、ついには、責任を取って退職してもらうことになるかもしれないぞとまで言われた。これはつまり事実上の首宣告である。僕は目の前が真っ暗になりながら、その部屋を後にした。絶望のまま廊下に出ると、一人の男性が立っているのに気がついた。海外部長だった。彼は、どうしたんだい？顔色が悪いよ。と、ニヤニヤしながらこちらに近づいてくる。僕は、彼がなぜここにいるのか、ということに疑問を持ちながらも、自分が首宣告をされたことを伝えた。すると彼は大げさに驚いて見せた後、ちゃんとパソコンはロックをしないとダメじゃないかと言った。どうして彼は僕がパソコンのロックをかけ忘れたことを知っているのだろう。不思議に思い問いただしてみると、そんなこと言ったかな。首ってことに動揺しすぎて聞き間違えたんじゃないかとはぐらかされた。なんだか全てに納得がいかず、もやもやがさらに募っていく僕。そんな僕に構わず彼はさらに言葉を続けた。でも本当に私は運がいい。だってマナ娘の門出にふさわしい仕事を与えてやれるんだから。30億契約から始まる仕事、実に娘にぴったりだ。僕は耳を疑った。これはどういうことだろう。つまり彼は僕が取った30億の契約を海外留学から帰国する娘に継がせるというのか。僕のこうした考えに追い打ちをかけるように、彼はさらに言葉を続けた。娘のルコが君の後を引き継ぐから、すぐにでも辞めたらいい。その瞬間、僕は海外部長にはめられたと気づいた。この流出はこの男によるものだ。だから彼は昨日の帰り際、面白いことが起こるよと言ったに違いない。そう考えると全てのことで辻褄が合っていくのだった。あなたですよね、流出させたの。そう、何のこと。半笑いながらしらばっくれる海外部長。僕はとにかくこのことを社長に訴えに行こうとしたが、海外部長に、証拠は？証拠もないのにどうやって私がやったと証明するんだい？かわいそうにな。と言われてしまった。そして彼は、どんまい。と言いながら笑い去っていった。確かに何の証拠もないのに訴えても信じてはもらえないだろう。結局、どうすることもできずに僕は
会社を去ることになったのだった。そして退職の1週間前、僕と入れ替わるかのように海外部長の娘ルコが入社してきた。入社早々僕に、まだいたんですか？私の仕事横取りしないでくださいね、と突っかかってきたので、さすが海外部長の娘だと思った。彼女はどんな時でも派手な髪色とバッチリ施されたメイクが印象的で、歩くたびにきつめの香水が香る女性だ。そんな彼女に部署のメンバーである修子が、うちは医薬品を扱っているので香水は控えた方がいい、と注意をした。しかし彼女はチッと舌打ちしながら、うるさいおばさん、と言った。誰が見ても随分と反抗的な態度である。その上、仕事の合間に社用パソコンで SNS を見るなど好き放題する彼女に、社員のみんながげんなりしているのだった。ルコが入社して1週間、つまりこの日は僕が退職する日だ。デスク周辺を片付け、すべてきれいにした後に会社を出る。ドアを抜け外に出た僕を修子が追いかけてきた。そして、もしかして部長と何かあったのですか、と聞いてきた。僕はもう去るのだし別に行ってもいいだろうと思い、一連の流れと事情を説明した。すべてを聞き終えるや否や、そんなことひどすぎます、ものすごく怒った様子を見せてくれる修子。彼女に、そうだよね、と力なくうなずきながらも、僕はでももうどうすることもできないから、と伝えた。しかし彼女は、私諦めません、と言う。そして、どうにかして必ず監視カメラの映像を入手しますから、それを見たら犯人がわかるはずですから、と力強く言った。その気持ちがありがたかった僕は、退職の日だけれど少し胸が軽くなった気がした。必ず僕の無罪を晴らすと約束してくれた彼女を後に、少し和らいだ気持ちで会社を出たのだった。こうして退職後1週間が経った時のこと、就職活動中の僕に一件の電話が入った。それはかつての契約先の製薬会社からのものだ。要件を聞いたところ、もし働くところがなければうちに来ませんか、ということだった。予想外の打診に胸が躍る。しかし僕は今資格取得のために勉強中なのだ。今度こそ MR になることができるような職場を探していた。そのことを伝えてみると、もちろんその意思は尊重するよ、とのこと。その上で将来は MR へ就任することも検討してくれる、という話だった。それならばぜひこの会社に就職したい。僕はすぐさまこの製薬会社に転職することにした。それからというもの、一層頑張ろうと思った僕は、自宅でもさらに資格勉強をする日々。いろいろあった挙句の転職だが、新しいスタートはとても清々しいものとなった。そんなある日のこと、もう関わりたくなかった人からの電話を受けた。もちろん海外部長である。彼は僕が電話を受け取った瞬間、大声で、おい、どういうことなんだ、と怒鳴ってきた。何がですか、と話を聞いてみると、先方の製薬会社から、新任の担当者から何語かわからない言語ばかり送られてきて困っている、前の担当者はどこにいる、とのクレームの連絡が来たという。それは娘さんに聞けばいいのでは、僕は純粋にそう思った。退社した僕はもう関係ない人のはずだ。しかし、娘はちゃんと英語で返したと言っている、こちらは何も問題がないのだ、という海外部長。その挙句、一旦やり取りしているメールを見ろ、とめちゃくちゃな命令を出してプツリと電話を切ったのだった。僕は溢れ出るため息を抑えながら転送されたメールを見る。すると問題点は一目瞭然だった。というのも彼女のメールは全く会話になっていなかったのだ。メールマナーがなっていないというレベルの話ではなく、意思疎通が全く取れないレベルでめちゃくちゃな英語だった。ああ、彼女の噂は本当だったんだ。僕はこの時初めて
しっくりくる感覚になった。実は退職してからかつての同僚と会った時にルコのことは少しだけ聞いていたのだ。彼によるとルコは英語がほとんど話せないということだった。留学してたんだからそんなことないだろうと思ったのだが、同僚の彼は1年アメリカに留学したけど現地ではほぼ日本人といたから英語力は伸びなかったんだって。だから本場でも英語はノリで話してただけだって本人が言ってたよと言った。その時は半信半疑だったけど、このメールを見たらそれが本当だったのを実感する限りだった。しかもこれは後で分かったことなのだが、彼女の香水の匂いはやはり問題を引き起こしたようである。周子に注意されても聞く耳を持たなかった彼女だが、その香水の匂いがきついことがあまりにも無礼だと製薬会社の社長は激怒しているとのことだった。どうやらこの件において海外部長は娘に対して今すぐ謝りに行こうと言ったらしい。けど彼女は全く気にしている気配はなく、むしろ大丈夫だって、だってこの前社員の人と記念に写真撮ったもん、 SNS にもあげちゃったとのんきな様子だったそうだ。しかしこの SNS はその後思わぬ悲劇を呼び起こすことになる。彼女がアップした写真には製薬会社のデータが記載された資料を片手に満面の笑みで写るルコがいたのだ。改造されれば会社のデータが丸々筒抜けである。完全な情報漏洩に対して海外部長はパニックになったようだが、当の娘はよく分かっていない様子だったらしい。そんなこんなで僕には改めて海外部長からの電話があった。おい、今すぐどうにかしろ、大変なんだ、できるだろうという彼。頼み事をしているはずなのにひどく高圧的だと思った。それに元はといえば、僕は彼にはめられてクビにされたのだ。そんな僕が彼を助ける義理は当然ないはず。こんな都合のいい話があってたまるか。聞けば聞くほどイライラした僕は、親子揃って情報漏洩が得意なんですね、もうやめた身ですのでルコさんに対応してもらってくださいと冷たく突き放した。その結果、数々の問題を引き起こしたルコ、あげればキリがないほどのクレームが会社には届いたようである。そして彼女ではあまりにも話にならないと、ついに30億の製薬会社との契約までも破棄となった。おまけにルコが SNS に上げた写真は拡散され炎上、ルコが製薬会社から訴えられるほどの大騒動になった。するとニュースでも取り上げられるのも自然なことだ。会社の前には連日報道陣の姿が見えるようになった。さらにここで周子が追い打ちをかける。なんと難しいかと思われた監視カメラの映像を彼女は入手したのだ。それを社長に見せると、僕が席を立った隙にパソコンをいじる海外部長の姿が映っていたという。その映像を見れば当時何があったのかは一目瞭然だろう。くしくもそれはメールの送信日時と同じ時間だったそうだ。こうして度重なる問題とどんどんあふれるクレーム、それらに対応する間もなく会社はあっという間に倒産を迎えてしまった。海外親子ももちろん無職になった。どうやら退職後も報道陣に追われ、外出もままならない状況になってしまったようである。いっそ留学先であったアメリカに逃げようかと娘のルコは父に提案したそうだが、海外部長に私だけでなくお前も英語を話せないだろと却下されたとのことだった。その一方、僕は製薬会社で新たなスタートを切っていた。仕事もうまくいっているし、勉強の方も順調。 MR 資格試験の日にちも迫り、試験勉強しながら充実した日々を送っているのだった。そんな僕に周子からの電話があった。彼女も会社が倒産してしまったことから就職活動をしているのだが、どうしてもいい就職先が見つからずに悩んでいるらしい。だから何かアドバイスが欲しいとのことだった。ひとまずその日の晩、夜ご飯でも食べながら彼女の相談に乗ることにした。そして夜、二人で食事を食べながら彼女の悩みを聞いていた。彼女は悔しそうな顔をしながら、だから元職場の名前を出すとすぐに不採用になってしまうんですという。
どうやらあの会社の評判は想像以上に最悪なものになっているらしい。それにより転職活動は難航しているのがありありと見て取れた。かなり厳しい状況だな。そう思った僕は彼女のために何かできることはないかを考えた。何でも彼女は海外部長の不正を暴いてくれた恩人なのだ。僕の名誉のために奮闘してくれた彼女にできることはきっとあるはずだ。少しでもの力添えができるように僕は自分が勤める製薬会社への再就職を提案した。すると、本当ですか？国際さんに推薦してもらえるなんて恐れ多いけど、夢みたいなお話です。ぜひお願いしてもいいですか？と言い、彼女の顔が一気にパッと明るくなる。本当に嬉しそうな顔だった。僕は、今度は僕が一肌脱ぐ番だよなと思いながら大きくうなずいたのだった。こうして自社に就航を推薦した僕。彼女は持ち前の頭脳と仕事の出来をアピールして無事入社することができたのだった。そして今では彼女は僕の相棒である。何をやらせても仕事が早い彼女はこの会社でもすぐに能力を認められた。それでも今なお彼女は、やっぱり国際さんは私の憧れです、生き方が好きですと言ってくれるのだ。僕はその度に照れながらも嬉しい気持ちでいっぱいになるのだった。そしてその頃、海外親子はというと、結局アメリカに移り住むことになったそうだ。しかしあの海外元部長である、あまりにも英語が通じず何もうまくいかないという、挙句の果てには店員に対して、俺は日本人だ、英語が話せなくて当然だろうと切れたこともあるらしい。しかし近くにいた日本人に、ここは日本ではなくアメリカですよ、アメリカに住んでいるなら英語を勉強してはと諭されたそうだ。その話を聞いた時は、逆ギレしている海外元部長の様子がありありと目の前に浮かんできた。なんとも彼らしいエピソードだと思った。また僕はというと、日々空いた時間は全部勉強に費やしていったおかげで、ついに資格を取得し念願の MR になることができた。長年の夢が叶った瞬間、全ての努力が報われているようで、自然と涙がこぼれたのだった。いざ資格を取得してから分かったことなのだが、 MR は専門知識も必要で、ノルマがあり本当に大変な仕事である。分かってはいたが、実際仕事として始めてみるとその大変さを身に染みて感じた。しかしその反面、担当している病院の医師や看護師から、国際さんだからこそ安心して頼めると言われることも多かった。それが本当に嬉しくて嬉しくて、これこそやりがいなんだろうなと体感する限りだった。それに加えて、最近は部下に教えたり指示を出したりするのが上手くなったとも言われることが多くなった気がする。きっと資格取得をしたことで知識が深まったことが理由だろう。自分の考え方に自信が持てるようになったのだ。また会社の中には同じようにMR を目指しながら働いている人がたくさんいて、そんな人たちからぜひ勉強を教えてほしいとお願いされることもしばしばだった。僕も独学で頑張ったからこそ、一人で勉強する大変さは知っている。案外心が折れたりすることが多く、勉強の仕方自体がわからなくて燃費の悪い勉強法を行ってしまうことも多々あるのだ。だからこそ僕はそのお願いを受け入れることにした。結果、後輩育成の意味も込めて、今では希望者を募り勉強会を開いているのである。こうして MR になれる人を増やすことは、結果として誰かの健康につながっていくかもしれない。そう思うと、大変な毎日でも頑張ることができる僕なのだった。そんなある日の仕事後、僕の資格試験合格のお祝いと称して、修子が飲みに誘ってくれて、二人で居酒屋に行くことになった。さまざまな会話を交えながら、会話はどんどん盛り上がっていく。何度も、おめでとうございますと言われて、気分がとても良かった。そうするうちに、自然と会話の内容は仕事の話に。僕は仕事のことを何気なく口にした。すると、彼女はムッとした顔で、今はプライベートなんですよ。仕事の話はダメ。禁止です。
と叱ってきた。その顔と言い方が可愛くて面白くて、僕はとっさに声を上げて笑ってしまった。その時僕はあることに気づいた。シューコといると心が安らぐ自分がいるのだ。いつも気が張っていて大変なことがあっても見た目には出さないようにしていただけに、彼女といて落ち着けるのは本当に心地の良いことだった。これはどういう気持ちなのだろうか。正直言って今はこの気持ちが何なのか自分でもよくわからない。彼女は大事な部下で同僚で同志である。それは変わらない。でもなんだかそれ以上の感情もあるような気もする。けどとにかく今はあまり深いことは考えずに直感的に周子と一緒にいたいと思う僕なのだった。こうしていろんなことがあった僕の仕事の話なのだが、結果として今はうまくいっていると言っていいだろう。今の会社では50億円もの契約を取るようになった現実があり、同僚たちにも恵まれて気持ちよく働くことができている。でも働く上で肝心なのは金額ではないなと心から思う。契約してくれた顧客には誠意を持って接すること、僕たちの働きによって誰かのためになることを意識することが大切なのだと思う限りである。だってきっと今僕たちが快適に暮らすことができているのも誰かの頑張りがあってこそなのだ。そのことをこれからも忘れてはいけないと思う。そして今隣で一緒に働いている人たちを大切にしたい。仕事は一人ではできないのだから、目の前の人たちを信頼し助け合いながら生きていきたいと心から思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。